師の京山浩太です。あなたは今この動画を一体何で見てるでしょうか。スマホでしょうか、パソコンでしょうか、タブレットかもしれません。今私たちが当たり前のようにこれらの機器を使って世界とつながれるのはこの人の功績があってこそと言ってもいいでしょう。今回は浪曲で知るスティーブ・ジョブズです。それでは譜面。会社アップルといえばもはや世界中の人が知っていると言っても過言ではありません。その創業者スティーブ・ジョブズは1955年に生を受け、その後養子に出され、育ての親によってシリコンバレーと呼ばれる半導体チップを作る企業が集まる地域で育てられます。育ての父は自動車の修理をする仕事に就いていました。子供の頃のスティーブ・ジョブズはそんな父の車の修理を手伝うのが大好きでした。父親譲りの機械マニアの少年で、子供のうちから自分でラジオを作ったこともあるそうです。そんなスティーブ・ジョブズは成長とともに自然とコンピューターにのめり込んでいきます。そうするうちに同じくスティーブという名で少し年上の青年スティーブ・ウォズアニックという人と出会います。あだ名はウォズ。このウォズは機械作りの天才といえるほどコンピューターについての膨大な知識を持っていました。そんなウォズと機械オタクのスティーブ・ジョブズ、気が合わないはずがありません。すぐに2人は親しくなります。ジョブズとウォズが出会ってからさらに数年が経った頃、ウォズがジョブズにあるものを見せました。おお、ジョブやん、これ見てくれや。おお、ウォズやん、もう、なんやこれ。コンピューターの基盤やから、それを使ったらコンピューターが簡単に動かせんねん。なんやて、基盤やて。お前ちょっとすごすぎやんけ。それまでのコンピューターはスイッチやランプが盛りだくさんで操作がとても難しかったが、ウォズの作ったがこのアイテムは操作をとてもシンプルにする画期的なアイテムや。見えるで、この技術を使って俺ら二人の力を合わせればコンピューターに革命を起こせる、そんな未来が見えるで。その後ジョブズとウォズはジョブズの両親の家のガレージをオフィスとし、1976年21歳の時にアップルコンピューターという会社を設立し、ウォズの発明したあの画期的な基板を使ったコンピューターアップルを発売します。ちなみに最初のアップルはこんな感じ。キーボードも画面も外側のカバーさえありませんでした。もっとええコンピューターを作れるはずや。そう思ったジョブズは出資者を見つけ出し、中身を改良、そして外側も現代的なプラスチックで覆う美しいデザインとし、さらにデザイナーを雇ってあのアップルのロゴも作ります。中身はウォズが担当、デザイン面はジョブズが担当、2つの才能が合わせてできたアップル2は大評判となり、莫大な利益を生んだアップル社。それは大きくなり続け、社員も増え、その後もさまざまな革命的製品を生み出すようになるのです。そんな天才的なスティーブ・ジョブズでしたが、天才ゆえでしょうか、性格面はちょっと、いや、なかなか厄介なところもあったそうで、多くのエピソードが残されております。ある日アップルの社員が、ジョブズさん、あんたなんか臭いですね、ちゃんとお風呂入ってばっか。何言うてんねや、わいは果物以外一切口にせえへん、つまり果物しか食べてないから風呂入らんくても綺麗に決まってるやろ。いや、どん
理屈やねんって感じですよね。さらにはある従業員募集の面接の時には応募してきた人に対してジョブズはいきなりこう質問します。君の初体験は何歳の時ですか。さらに動揺する相手にこう追い打ちをかけます。君は何回ドラッグやってますか。いや、やばすぎますけども、こんな癖のある性格ゆえか仕事への熱心な思いが行き過ぎたのか、なんとジョブスは自分が作ったアップル社から事実上追い出されてしまうのです。とはいえ追い出したのは間違いやったとアップルの奴らに認めさせたの。そう思いジョブズは新しい会社ネクストを作ります。さらにスターウォーズの監督などで知られるジョージ・ルーカスの映画制作会社のコンピューター部門を買い取りピクサーと名付けます。ジョブズはピクサーから CG を作るコンピューターやプログラムを発売しましたが、値段が高すぎたのか売れ行きはよくありません。ネクストもピクサーも経営不振に陥り、人からはあいつは口だけ、経営の才能がない、マック2もただのまぐれだったんだ、そうささやかれるようになります。そんな中ジョブズ持ち前の天才的な交渉術でディズニーから出資を受けてジョブズのピクサーで CG アニメを作ることとなりました。これが大きな転機となるのです。ピクサーが初めて制作した長編アニメトイストーリーがその年一の大ヒット。その後も続けてヒットを飛ばし億万長者となるジョブズ。その頃プルスアップルは経営苦しくなっていた。ジョブズが42歳の時我が社仕打ちを受けたけど、俺にとってアップルは可愛い我が子のようなものと再びフルスに戻りまして、 iMac や iPod、 さらに2009年には映画にパソコン iPod、 手持ちサイズの機械の全ての機能を兼ね備えたアビフォンと名付けられたスマートフォンを発表し、その後の世界を大きく変えたスティーブ・ジョブズの物語。京山幸太の浪曲 TV、 チャンネル登録してくれなきゃ。犯罪犯罪。